The Little Bakery 東京という場所なんですけども、うん、フレンチとアメリカンテーマなんですけれどもフレンチとアメリカンがテーマ言ってることがよくわかんないちょっとなんていうのハンバーガーチックなドーナツみたいな感じ、ね、はいはい ビーグルみたいなあベーグルかサンドイッチかなまあ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 マオさんとか今これ着てるなとかってありますちなみにワッフルサンドって確か言うと思うんですけど確か韓国の食べ物が今新大久保で流行ってるとか聞いたことがありますこれですああ確かにあなんかタコスの形じゃないですかマルさんいいことねタコスだねトルティーヤの代わりになんかワッフルを使っての島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。今回もですね、株式会社ファンデリーの高橋真央さんに来てもらいました。マオさんが勤務するファンデリーではミールタイムというサービスを展開中。これは病院で指示された食事やまた血液検査の結果を伺い担当の管理栄養士が一人一人に合った食事を提案する健康食宅配サービスなんです。体調に不安を抱える方はもちろんダイエットを考えている方にもおすすめです。今回の企画はこちら、私のお気に入りカフェ。はい、はい、お店の雰囲気、メニューと私をハッピーにしてくれる、そんなですね、お気に入りのカフェを今日は皆さんにご紹介いただきたいと思います。まずはミシェル、あなたのお気に入りカフェ教えてください。原宿に人気のベーカリーと、ドーナツショップです。東京、The Little Bakery東京という場所なんですけども、フレンチとアメリカンテーマなんですけれども、フレンチとアメリカンがテーマ？もう言ってることがよくわかんない。中に入ったらテーブルのデザインとか、あれ壁のデザインとか混じってる感じなんですけれども、まあおしゃれですよ。ああ、そういう感じですね。ちょっと外観はちょっとアメリカンな感じかな。うん。なるほど、なるほど。かわいい。なるほど。うんうんうん。はい。アメリカンドーナツ売ってるんですけれども、ビーガンドーナツもございます、ね。ビーガンドーナツも当然あるっていうことなのね。はい。コーヒーを頼んだら、豆乳と、多分、オーツミルクも、変更できるので、なるほど、なるほど。美味しいです。じゃあ、本当にミシェル的には使える店なっていうことなのね。そうですね。はい。ちょっと、なんていうの？ハンバーガーチックなドーナツみたいな感じ？はい、はい。ビーグルみたいな。あ、ベーグルか。サンドイッチか。まあ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 。あ、俺が知らないだけで一般的なもの。多分スペシャリティなんですけれども、そうだよね、でもいろんな場所見たら、ね、結構ありますね。うん、でも名前多分まだ出てこない。何なのかね。このレシピ。あれ、なんか名前ある、はい、マオさんとか知ってますさっきのやつ。初めて見ました。よし。はい、ありがとうございます。はい、いや、知らないんだ。誰かコメントに書いてください。そう、あれはちょっと初めてなんだ。あと何ですか、アイスクッキーサンドっていうんですか。クッキーの間にアイスですね。いいバランスじゃないですか。ちょっとクッキー食べたいと、まあの生地とかとアイスの中クリームのね、何これ、どんだけカロリーあんのっていう感じするけど、これそれ知りたくないです。知らなくても大丈夫です。これは悪魔の一口みたいなことになってるよ、これ。大丈夫。
モールさんとかどうですか、このアイスクッキーサンドとか。ポーランドでは見たことないですけど、でもちょっとに似ている種類はありますね。スーパーで買うアイスクリームなんですが、なんかサンドイッチみたいで、なんか上と下は、その薄いワッフルがあるから、なんかサンドイッチと食べる、食べられる。なるほど、はい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 、うん、薄い やつで挟んで。はいはいはい。モーさんいかがですか、これね。もう絶対、私アイス好きなので、もう絶対食べたいです。いや、この辺のなんか、なんていうの、女子の私はこれ知ってる、これ知ってないの差がよくわかんないんだけど、マオさんとか、今これ来てるなとかってあります？ちなみに。こう、インスタとかで見るのは、ワッフル生地にめちゃめちゃクリームが入ってて、で、それがサンドされてて、で、フルーツとか入れてある、ワッフルサンドって確か言うと思うんですけど、確か韓国の食べ物が今新大久保で流行ってるって聞いたことがあります。これです。確かに。もうイチゴがすごいな。なるほど。やっぱインパクトあるね、確かにね。うん、なんかタコスの形じゃないですか。マルさんいいですね。タコスだね。トルティーヤの代わりになんかワッフルを使って、でも中身はね、フルーツっていう感じだね。うん、形としては確かにタコスっぽいね。なんか日々進化してるな。はい、めっちゃ勉強になりました。続いてミシェル、もう一つあるそうで、何でしょうか。次に私が紹介したいのは、渋谷にある、ヘルシーな、まあ、ファーストフード、あのヘルシーファーストフード、トゥーフーズというお店です。そちらビーガンのファーストフードですね。やっぱそういうのがあるんだな。はい。全部、全店、ビーガンのメニューになりますね。うん、日本の店ですね。日本っぽくない店の、店構えがね、なんかポップだね。そうですね。初めて行った時に渋谷店でしたが、麻布十番にも、行った、ね。麻布十番にもあるんだ。実際のメニューが、ハンバーガーもあるし、ケーキもあるし、あれ飲み物もあってるし、これはヘルシーファーストフード、なんか思いっきりギトギト系な感じがするんだけど。そうですよ、ビーガンの食べ物は全部ヘルシーのことじゃないんですけれども、うん、こちらはメニュー考えて、できるまでに、もっとヘルシーのメニューを作りたかったのことですね、うん、こういう感じですね。卵もあれビーガン卵とか、うん、ビーガンの卵、ビーガン、ソイミートとか、うん、まあドーナツも、うんうんうん、そうだね、あ、ドーナツになんか卵が下にスクランブルエッグかな、うん、そうですね。いや、なんか言われなきゃビーガンかどうかって分かんないね、正直。オムライス？卵じゃんって思っちゃうよね。一回友達連れて行きたいんですね。うん、あれ、何も言わなくて。分かんないよね。普通の人食べて、あ、気づくのかな？これビーガンだよねとか。そうです。見た目じゃ分かんないよね、少なくとも。食べてみないと分かんないね。でもさっきのバーガーとかもあれ大豆の肉みたいなことなんだよね。そうですね。そちらは肉っぽく見えるけど、2つのブランドを選べるんですけれども、ソイミートのブランド、あ、それは自分で作ってるじゃなくて、あれ、うん、それ会社から買って、ね、うん、会社から買って使ってるっていうことね、はいはいはい、まあ、でもこっちのバーガーのね、なんかチキンぽいけどチキンじゃないんだろうな、これも、はい。いいですね。ああ、そしてまたこっちはガトーショコラっぽい。ガトーショコラは別にビーガンっていうか動物性使ってないか。これはこれなんかいいね。はい、いいね。ね、マルさんとかどうですか、この辺。まあ。すごく食べてみたいと思います。うんうんうん、特にハンバーグは気に入りました。
そのハンバーグの値段はいくらですか？ハンバーグね、あれ多分1200円と思います。あ、1200円くらいする。あ、それは普通のハンバーガー屋さん、うん、変わらないんですね。量が結構あるんだろうね。大きいですね、はい、食べたらお腹いっぱくなります。わかりました。はい、ありがとうございます。では続いて真央さん、あなたのお気に入りカフェ教えてください。はい、私が紹介したいのは、東京でも有名な観光名所の浅草にあるカフェです。ほうほうほう。マルさんとか知ってるかな、浅草は。あ、はい、行ったことあります。あ、行ったことあります？もうじゃあバッチリですね。この辺のね、雷門とか行ったっていう感じですね。はいはい。そんな浅草にあるカフェ、はいはい、こちらが、フェブラリーキッチンっていうお店です。あ、なんか外観はなんかおしゃれですね。で、店内もこういった形でシックな感じで落ち着きのあるカフェとなっています。はい、結構このプリンがプリン出たよ。プリンが大好きですね。プリン大好きです。で、これがモンブランですね、はいはい、あ、モンブランね。あ、はい、めっちゃ美味しそうだね。で、私の一押しが東京オールナポリタンっていうメニュー、こちらが、はい、メニューなんですけれども、ナポリタンってことはスパゲティが下にあるのかな。あ、下がスパゲティに。あ、ほう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 。で、これを頼んだ理由が、うん、オムライスは通常やっぱ中にご飯入ってたりするんですけど、オムライスすごい大好きで、うんうん、美味しいってイメージはあったんですけど、オムナポリタンってあんま聞いたことないなと思って、ないね、うん、はい、うん、一回頼んでみようと思って、うん、注文した、うん、軽い気持ちだったんですけど、うん、食べたらすごい想像以上に美味しくて、麺ももちもちとしていて、で、オムレツもすぐバターが効いてて美味しくて、一緒に食べるとなおさらもう相乗効果というか、もう美味しさが本当に想像以上の美味しさでご紹介しました。結構なんかジャンクっていうか、だってナポリタンでしょ。はい、こんな変わる、うん、変わります。の動画があるので一度ぜひご覧ください。はい、はい、あー、本当にね、こういうやつね。あー、はい、あー、何あれ、チーズかなんかかけちゃうの？あ、そうですね、チーズはオプションなんですけど、チーズ、美味しそう。美味しそう。うん、見てる、食いついてるね。見た目は美味しそうだね、ふわとろの卵って感じだね。で、実はこの麺作っているのが、うん、海家楼っていう製麺所なんですけれども、うん、東京で人気のラーメン店の麺を、うん、作っている製麺所になってまして。あ、そうなんだ、はい、だからちょっとタルな麺なんだ。単なるなんか、はい、その辺のパスタじゃないんだ、あの麺は。あ、そうです、全然違います、本当に。これもちもちしてるんですか、これ。あ、はい、めちゃめちゃもちもちとしてて、家では作れないと思いました。あ、ほんと、なんかそこまで言われるとね、ちょっと食べたくなるけど。わかりました、ありがとうございます。では続いて丸さん、あなたのお気に入りカフェ教えてください。私のふるさとから結構近い町のカフェです。キリピチェという町では猫カフェがあります。やっぱりあるんだ、ポーランドに猫カフェが、はい、やっぱみんな猫カフェを聞くと、うん、日本のカフェをイメージするんですけど、実際にポーランドでは猫カフェがありますよって感じ、うん、あ、そうなんだ、うん、はい、イタリアはある猫カフェって？ないと思いますね。ないよね。あー、こういうのってでもみんな同じなんだな。カフェの、特徴といったら、うんうんうん、なんかアニマルシェルターになってから、その猫を気に入ったら、うん、うちに取り引くことができます。ああ、そういうことなんだ。引き取り可能みたいなことなんだ。うん。なんか値段が高い猫の
なんという種類じゃなくて、野良猫を受け取ったカフェですね。なるほど。殺処分前ぐらいの、ちょっと捨てられたとかなんか、訳ありの猫ちゃんを引き取ってカフェにいて、うん、気に入ったら買ってあげてね、みたいなシステムになった。はい。はい、なるほど。だから写真見たら、日本より猫がフレンドリーそうですね。え、日本の猫はそうじゃないの？フレンドリーじゃないの？なんか近くに来ないと思います。あ、そうか。慣れて、あの、そんな、あの、人間と遊びたくない感じですね。え、そうなの？はいはいはい。猫カフェってなんか、よしよしよしみたいな感じで懐いてくれんじゃないの？人が多すぎて、人が多すぎて、もう嫌みたいな。どうなんだ。はい。俺も猫カフェ行ったことないからね。ミシェルある、何回かあるの？うん、しょっちゅうある。ありますあります。はいはいはい。うん、だから、なんか、来て。あ、もそっかそっか。待ってるよ。せっかく行ったのに。うん。相手してくれないんだ。食べ物だけなんかあげたら、来る感じですね。うん、それなかったら、あの、なんか、無視する。なるほどね。じゃあ、それに比べて、ちょっとね、ポーランドの方は、なんか、親しみやすいか。写真見たら結構フレンドリーそうですね。うん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 。うん、そっか、写真越しにわかるもんなんだね、そういうことも、ね。うん、パソコンの近くに来るとか、かわいい。ああ、か、ああいうショーコーヒーの隣に、かわいい音、うんうん。あれ、コーヒーこぼされたりしないのって、そんなことばっか気になっちゃったけど、大丈夫なのかね。ああ、大丈夫。うん、猫が、猿とかは変わらないように気をつけますね。はい、わかりました。ありがとうございます。